日本人でもデカストロン9000点出せる人は出てきますかねだって。うーん。そうだね。100メートルを10秒台前半、半ばか前半で走れる195センチぐらいの人が出てきたら多分いけるんじゃない大谷くんぐらいの体を持って走りの技術とかを手に入れれば多分9000はいくんじゃない大谷くん多分出るよね。9000点。あの、樹種競技やらしたら。多分余裕で出ると思う。後ろスケも強いけど、 多分大谷君の方が足も速いし、跳躍とかももしかしたら上手になる、まあ、もしかしたらどころか絶対上手になるし、投擲は多分めちゃくちゃ強くなるから、1500歳走れれば、400と1500歳走れれば、400は絶対いけると思うんだよな、あの走り方見てたら。空中で間があるから。戦後だって多分根性あると思うから、あの、大谷翔平が多分一番点取れんじゃないか、日本人で。と思うけどな、俺。大谷君は間違いない。 9000点の可能性あると思う。かなり大きくあると思う。百獣の王国いそうのケイジョンチャンネル始まるよ